人生柿色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生柿色です。俺たちと PS4 と40代プレイでもですね、今回プレイするソフトは逆転裁判になります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。第4話になってきました。15年ぶり。何が、復讐するチャンスか。なんですって。三つ剣じゃん。え、三つ剣が犯人っすか。なんかおかしいな、今の撃った人左手だったのに三つ剣右で持ってたよ。滝？何言ってんだこの人。水ゴリかな。シャワーで大丈夫なんか。欲しいっすか。間違いなく偽物だろ、そんなの。ろくなことやってないのがいいんだよ、平和で。そりゃそうだろ。それもどうかと思うけどな。はい、やっぱそうっすか。24歳なんだ。まあいったな。はい、ですよね。参ったな。わかんねえってだから。それでいっか。みつるぎさーん。そうだね。よう。リアクション悪いわ。まあいないよね。逆ギレ。まあね。まあそうですけど、実力をつける頃にあんたも終わってるでしょ。嘘つけ。
へえ。そうだろうな。それは違うような気がするよな。そうっすか、わかりました。なんで、どういうこっちゃい。現場行きゃなんかあるだろう。おうおう、いつもの。厳しいね。やつ相変わらず。はい、覚えてくれないそろそろ。いやいや、まだちょっと別に。そうなんです。これはオープニングみたいなやつだな。うん、そうそう。で、左で打ったのに右手で持ってんだよな。ただ打ってないと思うんだよな。もう攻撃したね。関係ないのは無理だな。やってないことを証明しなきゃいけないからな。まあさっき聞いてるからな、本人から。続ける気はないんだけど。そう言われてもな。本当かよ。こっちもわかんないから、全く何にも。ああ。連絡先かな。はい、わかりました。いいっすか。ありがとうございます。か、
なんだ、殿様まんじゅうって。うん。そこは知らねえ。クラッカーがある。こういうのはもらってかじるね。早えわ。スリか。右へ左って何だろう。お。じゃあどっか行けるんじゃないのこれ。うん、思いっきりキャンプ禁止って書いてるけど、うん、やめてくれ。本当やめてくんない？じゃあこれだよ。うん、そう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 。おお、めっちゃ取ってるー。取りすぎだろ。え、誰この人？持ち主か。すいません、ゴシャみたいなもんですけど。すいません、うん、あー引けそうなものか。持ってるもんはこれしかないけどね。はい、はーい、因縁はつけねえよ。うん、大丈夫か？あれどこ行ったの？大騒ぎ夏美、騒ぎたいんかな流星の撮影ってけどおかしくねえか。流星でしょ、流星なのになんてあのマイク付きのカメラなんだ。普通なんていうの、なんていうの、遮光カメラっていうか、こうシャッター今開けてずっと撮るのとかそれじゃないの。おかしいんだよな、それがな。ドイツ製。なかなかおかしいんだよ。だって流星音なんねえじゃんな。
とりあえずこれを一回突きつけるか。そうそう、なんか変わったことないかな。お、なに、え、とりあえず話聞いとかないとな。どうすか、身元わかんねえ。そんな感じタイプだよな。だから何隠してんだろうな。はい、わかりました。そうそう、まあね、油断するってことはそうだもんな。いい話だ。解剖記録はどうすか。ありがとうございます。大事だこういうのは。してんの？はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、三塁さんがねちょっと事件当事者になっちゃうとはちょっと思わなかったんですけども、まあ、まだ全然ねこう証拠的なものが見つかってないんですけども、あのねなんか写真撮ってたお姉さんの写真がちょっともしかしたら突破口になるかもしれませんね。まあ、ちょっと探偵パートが長そうなんで、もう次回までお楽しみになさってください。またね、プレイステーション4ソフトに関しましても、様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり、率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントがね、苦手だなという方はグッドボタン、高評価を押していただけますと、活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせて、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。